まっすぐに全てをかけた男。野球を始めてからはストレートの本質を極めるために日々研究。変化球に頼らない速球派の投手でどこまでいけるのかというこだわりを持つようになった人物がいた。その名も歌人。球速155キロでコントロールはよくジャイロボールを兼ね備えている一流の選手。ただし変化球はないため重野五郎みたいと言われている男。なぜ変化球を習得しないのか？それには彼なりの理由があった。その理由とは、男なら全て直球勝負曲がったことは許さん。という謎の理由。実力はあるものの脳筋で柔軟な考えができない。まあ、そういう部分も男らしいというのだろう。そんな彼はドラフト3位で横浜に入団。ストレートだけでどこまでいけるかわからないが、将来的には浜の守護神としてチームを支えてほしいという考えだそうだ。了解です、やってやりましょう。今回はそんな脳筋ストレート。歌人のプロ野球人生を見ていきましょう。ということで皆さんこんにちは。今回は脳筋投手である歌人のプロ野球人生になります。たまにスローボールを投げるものの基本的には直球のみ。何があろうと変化球を投げないということを誓っている。頑張りますのでよろしくお願いします。まずは1年目。1年目から1軍昇格。防御率 3.71、27セーブと1年目から優秀な活躍を果たす。大卒1年目でここまで精密なコントロールと160キロ近くのジャイロボールのみ。確かにこのピッチングでどこまでいけるのか気になるところではある。結果的に年俸アップの4000万。ちなみに今年後期から、変化球習得してみないかと言われるが、いや、いいです。と軽くあしらってしまった。それだけの自信があるピッチャー。さらにストレートの精度を上げるためトレーニングに励む。続く2年目。といえどやはりストレート1本だけで成績をキープすることは難しい。33セーブを記録するも防御率 4.80。抑えとしてはあまり褒められるような成績ではない。やはりこの世界で変化球なしは厳しいのではという意見はあるが、彼はあくまでも直球のみでプロ野球人生を戦い抜きたいとのこと。そんな彼にコーチはあることを指摘する。ストレートで生き抜くのはいいが、正直伸びのないストレートではこれから厳しくなってくるぞ。指導してやるからしっかり準備しておけ。はい、お願いします。よりストレートの精度を上げたい歌人。自分を貫きつつさらなる成長を果たしてほしい。続く3年目。防御率 3.15、32セーブとなり年俸アップの7800万。徐々に伸びのあるストレートとなり特訓の成果が現れているのがわかる。抑えの投手としても文句なし。162キロのジャイロボールで伸びがあればこれからの活躍にも期待が高まる。ストレートとスローボールのみでこれからを戦い抜く男。ネットの記事でも話題になり来年以降さらなる注目の的となるだろう。まだまだ身につけなければならない技術はある。着実にその技術を身につけていこう。続く4年目。残念ながら防御率 5.29。31セーブと相変わらずの成績を残すもやはりすぐに対策されてしまうようだ。来る球がわかっているのなら打ててしまうという簡単な話。いくらコースをばらけさせても打たれてしまうものは仕方がない。このことからやはり変化球を投げるべきではという声が上がる。いやでも僕は一本で行きたいんです。正直呆れている人もいる。だがその声を逆転させるのが楽しい。彼はそういう考えで今まで生きてきたのだ。好きに野球をやって結果を残す。この考えをいつまで突き通すことができるのか。絶対に評価を変えてやりますよ。続く5年目。162キロの伸びのあるジャイロボールで防御率 3.5、38セーブを記録。さすがひかみ。前年の反省を生かしさらにストレートに磨きをかけ際どいコースを狙うようになった。また、彼と対峙した打者の大多数がこのようなコメントを残している。正直あいつと対峙するのは怖くて嫌ですね。コントロールがいいのはわかるけど、内角のストレートは吸い逃げちゃうね。あれだけ速いのにあのコントロールはすごいよ。など主に彼のストレートがいかに怖いかを伝えている。そろそろタイトル狙ってもいいかもな。皆さん見ていてください。ストレートのみでタイトルを狙うという異様。果たしてそんな夢のようなことが可能なのか。続く6年目。前年とほぼ同じ成績を残し年俸アップの2億。前年から成長は見られずそろそろひかみの身体能力の成長はないかもしれない。どうしても変化球を覚えたくない彼にとってすべきことは特殊な技術を身につけること。コーチやチームメイトの先輩から指導をしてもらいストレートはもちろん、投球技術を上げていきたい。でも今のところいい調子だ。まだまだストレート一本で通用する。直球の素晴らしさを皆さんに伝えようと思います。続く7年目。
今季も防御率 3.69 と相変わらずの成績を残し、なんと45セーブを記録。制球力にさらに磨きをかけ、年俸アップの2億3000万となった。ストレートとスローボールのみで7年、誰もがここまで持つとは思ってなかった。だが彼の目標はまだ達成していない。目標は防御率2点台かつ最多セーブ。この程度で満足するミスターストレートではないぞ。また、カジンは先輩たちと共に夜のキャバクラで合流していたことが分かった。その際にあらゆる酒をすべてストレートで飲んでいたことが判明した。この記事でイメージが下がるというよりも、何もかもストレートで飲むこと。その酒の強さが注目された。お前すごいことになってんな。先輩たちもお酒はすべてストレート。これを心がけましょう。そんなことしてたら死ぬわ。続く8年目。少し調子に乗りすぎていたのか、今年成績を大幅に下げてしまう。まさかの防御率 5.24 に加えセーブ24と抑えとしては最悪。回転数をさらに上げ、重いストレートを開発するも自分の仕事を十分に行うことができなかった。前年のキャバクラでの酒癖の件もある。あの記事が上がってからのこの成績はファンを失望させたと言っても過言ではない。このままじゃ伝説を残せない。直球一本のプロ人生が歩めないじゃないか。自分のやりたいことを貫くため、さらにストレートに磨きをかける。来年結果を残すことはできるのか。続く9年目、またしても防御率 5.23、 26セーブ、奪三振47と微妙な成績を残し、抑えの役目は相変わらず果たせないでいる。コントロールはメジャー級。針の穴を通すほど正確なコントロールかつ160キロ超えのストレートがあるも、やはり直球だけではこの程度。周りは最初は話題性あったけど、いつまでやってるんだよという声が上がってくるようになる。それでもストレート一本で行きたい男。絶対に変化球を投げないという固い意志があるようだ。そろそろ諦めてもいいと思うんだけどな。新人も成長し、カジンの価値も徐々に下がっている。ここからは巻き返しを図る勝負だ。続く10年目。なんとか防御率 3.84 になるも、まだまだ抑えとしては未熟。33セーブとチームを支えているが、投手の成績では全体的にいまいち。球速も1キロ下がり、そろそろ身体能力の劣化が来るかもしれない。やはりストレート1本だけではタイトルは厳しいのか、伝説を残せないのか、と思った時、彼に憧れている選手がドラフト指名された。その名も高卒新人の玉山。前評判では161キロのストレートを投げれる逸材らしい。オフシーズン、二人は出会う。はじめまして、カジンさん、玉山です。よろしくお願いします。お元気がいいな。なんとなくカジンは思った。彼が自分の後を継ぐ後継者になるのではないかと。よし、ストレートの魅力をとことん教えてやる。はい。似た者同士が来たか、とチームメイト内で噂は立つ。まあ、玉山は変化球を投げれるので彼のようになることはないが。続く11年目、ついに目標である防御率2点台を達成。自分を尊敬してくれる後輩にいい部分を見せたいという考えから、これだけの成績を残せたのだろう。最高球速160キロに下がってしまうものの、目標である2点台を達成。近年不調だったことから、これだけの成績を残せるのは大きな自信につながる。結果的に年俸アップの2億5000万。ここからのカジンの進撃に火をつけた。また、玉山の真の実力が判明。どうやらスカウトのリサーチ不足で、実際の最高球速は156キロらしい。正直間違えないでほしいところである。大丈夫だ、ストレートを信じていれば必ず160キロを投げられる。必死に食らいついてこい。さすが直球のみの男。暑さも天下一品である。続く12年目、身体能力の劣化が現れ、最高球速154キロに低下するも、防御率 2.45、 セーブ34、奪三振34を記録し、年俸キープの2億5000万。35歳にして勢いをつけたカジン。必要とされている限り横浜の守護神の座を守り抜く。今自分にできることを応援してくれるファンがいる限り全力で行おう。そのようなことを誓った。あと数年だろうが、ストレートでこれからも生き抜いていくことを誓う男。来年からの活躍にも期待が高まる。頑張るぞ、任せておけ。続く13年目、再び防御率 2.93、 33セーブ、奪三振33と優秀な成績を残し、年俸キープの2億5000万。球速も151キロに下がり、本格的に劣化が見られるものの、ここぞと言わんばかりにしっかりと結果を残し続ける。これが浜のミスターストレート。彼の活躍はこれからも語り継がれていくだろう。ストレート一本でどこまで通用するか。9回にもいいデータを残せたんじゃないかと思う。こだわりを存分に活かせること。
私は今とても幸せです。続く14年目。防御率 2.64、30セーブとストレート1本のみで横浜を支え、体の衰えが出始めてから成績を残すようになってくるという不思議な男。もちろん年俸キープの3億2000万で来年の期待も変わらず、球団からこのまま突き進んでほしいという意思の表れなのだろう。だが、家人は決めていたことがある。それは自分の座を玉山に渡すこと。満足いくプレーができなくなった彼が最後できることは玉山にストレートを教えること。来年引退する予定だ。俺の後を頼んだぞ。はい。任せてください。ストレートを伝えていけるように頑張ります。仕事を仕切った彼の決断はすでに決まっていた。そして15年目。家人？引退を表明。自分の満足のいくプレーができないという理由により引退することを決めた。直球だけでプロ野球を生き抜いた男。最後まで変化球を覚えることなく自分を貫き通した。このプロ人生に悔いはない。そう言葉を残し彼は花束を受け取った。家人は350セーブ達成したことにより殿堂入り。ストレートとスローボールだけで最後まで戦い抜いた男。その名を歴史に刻んだ。家人は引退後直球すぎる性格がゆえにテレビでの出番が増えた。主にスポーツ番組に呼ばれており、何もかも全力で行い、プロ野球時代の話をするだけで受けてしまうというなんともバラエティ気質な人物であることが有名になっている。そして自分の後を引き継ぐこととなった玉山の今後を見守ろう。彼がどんな活躍をしてくれるのか気になるところだ。頑張れよ、玉山。私が直球の魅力に惹かれたのは幼い頃でした。変化球で相手打者を抑えるより男らしい直球で相手打者を抑えていく。その魅力が私の心を打ち抜きました。曲がったことではなく、何もかもストレートに努める。古い考えかもしれませんが、私は今後もこのような生き方をしていくでしょう。皆さんも自分の貫きたいことを一度は突き通してみてはいかがでしょうか？そうすれば新たな景色を見ることができますよ。